二つ入り駅は愛知県清須市西浦島町吉野二丁目にある名古屋鉄道名古屋本線の駅である。駅番号は NH40 旧西日郡西浦島町の鉄道駅で唯一有等種別が停車する。かつては名古屋方面ホームに駅員がいたが、現在は駅集中管理システムにより無人駅となっている。かねてより準急停車駅だったが、 2008年12月27日のダイヤ改正で平日の宮シ主時に寄付域急行1本が特別停車するようになった。また2011年3月26日のダイヤ改正で平日の昼間、準急のない時間帯に準急を補う形で、名鉄市の宮豊川稲荷館を運行する急行が有松駅ととも一部特別停車するようになった。 2021年5月22日のダイヤ改正では、平日日中に豊川稲荷駅発着の急行が削減されたために普通列車が4本停車するようになり、急行の特別停車が、土休日に変更となった。名古屋方面は東駅を出ると、名古屋本線、堀田駅、または、名目線を大江駅まで事実上退避ができないため、準急。 普通の多くが当駅で通過待ちをしている。6月に、終わり西日和島祭り花火大会が開催されるときは、夜間に一部の休行が臨時停車する。名古屋電気鉄道千島線として開業した当時はまだ設置されておらず、後年に西日和島町の区画整理に伴って新設された駅である。このとき同駅付近の線形も改良された。現在こそ、 対避駅として機能しているが開業当初は対避設備を持たず、隣駅の西日和島駅で通過列車の対避を行っていた。西日和島駅は現在の JR 東海道本線と立橋に挟まれた立地条件からホームの拡張もままならず、その代替として当駅に対避線を新設することになった。1987年に当駅に対避線が設置されると、 西日和島駅で退避する列車は減少し、現在でも、普通や、準急の多くが当駅で退避している。2019年3月のダイヤ改正をもって、西日和島駅での退避がすべて廃止されたため、改正後は、同駅で退避していた列車も当駅で退避するようになっている。8両編成対応の相対式ホーム及び、通過線の計2面4線を有する地上駅である。 温泉にはホームがない。愛知県統計所、愛知県統計年間各号」によると、1日平均乗車人員の推移は以下の通りである。1000人単位からの外算地。ありがとうございます。